どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。点2コンマ9から楕円8分の x 2乗プラス18分の y 2乗イコール1に引いた接線の方程式を求めてください。一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、ですか。そしたら一緒に確認しよう。いきなり応用問題出してみたけど、できたかな。楕円外の点から引いた接線の方程式は、単純に楕円の式の x1 個分を2に、y1 個分を9に置き換えるテクニックは使えないんだ。どうすればいいのかというと、まずは接点を設定する。今回接点はアルファコンマベータにしたぜ。接点は楕円上の点だから、当然楕円の式に代入できて、8分のアルファ2乗プラス18分のベータ2乗イコール1って式が成り立つ。ここで楕円上の点であれば文句なく接線の置き換えテクニックが使えるから、この楕円の点アルファコンマベータにおける接線の方程式は8分のアルファ x プラス18分のベータ y イコール1って表せる。今回の目的は接線の方程式を求めることだから、あとはアルファとベータの値が求まれば答えが求まるよね。ここで今回この接線は楕円外の点2コンマ9を通るんだよね。ということで、通ると言ったら代入、接線の式の x に2を y に9を代入すればこういう条件式ができる。ということでこの2つの条件式を連立すれば、アルファイコールマイナス2、ベータイコール3、またはアルファイコール5分の14、ベータイコール5分の3になる。ということで、それぞれのアルファとベータの値を接線の式に代入すれば、3x-2y イコールマイナス12、または 21x+2y イコール60。これ答え。楕円外の点から引いた接線は実は2本あるよね。二次曲線の外部の点から引いた接線の方程式は、まず接点を設定して、接点は二次曲線の式に代入できる。接点における接線は二次曲線の外部の点を通る。この2つの条件式を連立して求めよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。